皆さんこんにちは7月度の座談会拝読御所は段をぼうご返事ですそれでは今月も元気に学んでいきましょう拝読御問さてお忘れこそ法華経を十二時に行ぜさせたもうにてはそうろ恨めあなかしこあなかしこ御宮遣いを法華経とおぼしめせ一切世間の知性産業は皆 実相と愛位牌せずとはこれなり痛快そのようにおられることこそが法華経を昼夜にわたり修行されていることになるのですくれぐれもよく心得なさい日々の出資を法華経の修行であると思いなさいあらゆる一般世間の生活を支える営みなりわいはべて実相妙法と相反することはない と説かれているのは、このことです。背景と対位。本章は、公安元年、1278年、4月11日、日蓮大聖人が57歳の時、美延で表されたお手紙です。対合集は、弾圧棒、ある弾圧つまり在家の有力な門下に与えられたお手紙ですが、 詳細は不明です。本章の内容から、主君に仕える立場にあった武士と推察されます。公安元年4月といえば、厚原の法難の前年です。先月も解説した通り、厚原の法難は、人士郎、野五郎、野六郎の3人の兄弟を中心とした農民信徒20人が、誰一人退転せず、文字通り命がけで、 信仰を守り抜いた出来事です。愚狂が進み、日蓮大聖人のみならず、在家信徒にも激しい迫害が加えられていました。世間的には猛虎の再襲来への恐れや、疫病の大流行など社会が騒然としていた時代です。大聖人は、1260年に、今回教学試験でも学ぶ立正暗黒論を執筆してより、数々の迫害、 特に二度の流罪に遭われてきました。本章は、幕府の動きを知り得る立場にいた門下が、三度目の流罪が企てられている状況を知り、日蓮大聖人に知らせたことに対するお返事となっています。流罪刑は、罪人と世間を切り離す目的で行われた刑罰であり、鎌倉幕府は、当時愚痴が進み、世間に広がり始めていた日蓮一門の勢いを、 何としても止めなければならないと考えたのでしょう。大聖人は本章の冒頭で、三度目の流罪の可能性がある点について、もしそのようなことがあれば、これは百千万億倍の幸いであると仰せになります。その理由は、法華経を従事し起きる迫害によって、法華経の行者であることが、明確になるからであると仰せになり、 むしろ三度目の流罪になることを願っていると、幕府の春道を悠然と見下ろされます。そして節戦同時や不経菩薩のように、妙法のために身を捧げ、戦い抜くことを強く決意されています。節戦同時とは、釈尊の過去世の姿であり、涅槃行には次のようにあります。拙戦同時の前に大釈天が羅折に化身して現れ、 過去物の解いた下を諸行無常、是正滅法、諸行は無常にして、これ消滅の法たり、と同時に向かって半分だけ述べた。これを聞いた童子は喜んで、残りの半下を聞きたいと願い、その実を捨て羅刹に食べさせることを約束して半下の消滅滅意、弱滅威楽を聞き終え、その下を所々に書きつけてから、高い木に登り身を投げた。 羅雪は大釈天の姿に戻り、同時の体を受け止め、その不着神妙の姿勢を褒めて未来に必ず成仏すると説いて姿を消した。また不況菩薩は、上不況菩薩本に説かれる菩薩のことで、いかなる迫害にあっても、自分を迫害する人にさえ、あなたは必ず成仏できるという言葉を唱えながら、出会った人すべてを礼拝した菩薩です。 大聖人は、何もすることなく病気などにかかって生涯を終えるよりも、法華経のために国主に憎まれて、準じていきたいとのご覚悟を述べられます。次に、今回の大合衆に対して、いかなる状況になろうとも、あなたのことは書店前人に守護するように申しつけておくと、弟子に対する人人のご自愛をお示しになられます。最後に、 主君に仕えることを法華経の修行であると思いなさいとご指導され、世間のことはすべて、妙法と相反することはないと仰せになり、本性を結ばれています。拝読箇所の解説。さてお忘れこそ、法華経を十二時に、行ぜさせたもうにてはそううらめ、あなかしこ、あなかしこ、恩宮遣いを法華経とおぼしめせ。 そのようにおられることというのが一見、どのようにいるべきなのか曖昧にも感じますが、それに続く、恩宮遣いを法華経とおぼしめせという語門にて、心のあり方について指導されます。つまり、主君への出資を法華経の修行だと思って、日々過ごしていくことが大切であると述べられています。鎌倉時代は封建制度であり、主君という存在がありましたが、 現代で言うなれば、御宮遣いというのは、世の中における自分自身の役割ということになります。それは仕事であり、生活であり、時には家族の一員として、時には会社員としてなど、すべての人々に、うを担う何らかの役割があると捉えることができます。一切世間の知性産業は、皆、実相とは異背せずとは、 これなり、これは、あらゆる一般世間の生活を支える営み、なりわいは、すべて実相、妙法と相反することはない、との天台大使の言葉です。つまりこれは、御宮遣いだけに限らず、広く社会一般において、生活のあらゆる事象、場面や立場も妙法と相反するものではないと仰せの箇所です。それはすなわち、 大聖人が諸法実相章で、実相というは妙法蓮華経の異名なり、諸法は妙法蓮華経ということなり、万法の刀体の姿が妙法蓮華経の刀体なりということを諸法実相とは申すなり、と説かれ、十界の主張とそれが住む国土のすべてが妙法蓮華経そのものであることとする、と仰せのように、この世に生きるすべての人々や、 それを取り巻く環境はすべて妙法蓮華経であり、決して別々のものではないことを示しています。妙法蓮華経とは、万人成仏を説く究極の法です。すなわち私たちは世間のあらゆる事象や場面、もしくは人や物などとの関わりの中で仏界を開いていくことができる。ということになります。むしろそれらとの関わりを避けていては、 物解を開くことはできないということもできます深掘りポイントこれから5章を研鑽される方のために深掘りしていきたいポイントを確認していきます今回の深掘りポイントは1点ですさてお忘るこそとは何かという点です今回の拝読箇所にあるさてお忘るこそというのはそのようにおられることという意味で 本章の中でその点が明確に記載されている箇所はありません。視点を変えれば、あえて明確にされていない箇所とも取れます。どのような立場、役割にいようと、また今後どんな選択をするにせよ、あなた自身のいる場所が、法華経を修行する場であると捉える場合です。本章は仕事との向き合い方の指導の中で引用されることが多いですが、往々にして、 今の職場や立場で実証を示すという点を強調されることが多い御問です。確かにこれは大切な視点であり、勝利の哲学の根本をなす考え方ですが、中にはこの強気の解釈を受け止めきれないほど、すでに追い詰められている方もいます。現実社会を生きる中で、いつでも勝てる、強気で行動できる環境が整っているわけではありません。 時には精神を病んでしまうほど追い込まれてしまうこともあります。強気の勝負に挑み、実力違いも華だしい場所に追い込まれ連敗したり、逆に、いつも勝っているからといってその人が、真剣勝負に挑めているかは別の話です。また心の中においても同じことが言えます。心は常に実界を行き来しており、常に高い次元の境界を維持している人など存在しません。 どんな人にも地獄から仏界の境外があるのです。実界五具だからこそ、私たちは仏になれるのであり、仏にも地獄の命があるのです。それが法華経、中んづく日蓮仏法の核心の部分です。さてお忘れこそとは、まさにこのことを示していると考えることはできないでしょうか。つまり、あなたが実界を行き来する凡夫であること。 ありのままの姿で今ここにいること自体が人生の勝負の舞台に立っているということであり何一つ強がる必要も取り繕う必要も背伸びをする必要もないということです単に強気の生命を肯定し弱気の生命を否定するものではないということですただしさてお忘れこそに続くご門もまた重要です法華経を十二時に行ぜさせたモウニはソウロウめ。 つまりいかなる境外実生活における場面時には逃げとも思える選択をした時でさえそれでも法華経を抱きしめ行事ていくことが法華経の修行なんだとどんな時もくよくよせず高い壁にも立ち向かっていくそんな人生は立派に見えますしかし現実はそうではありません日蓮仏法が捉えているのは弱い命 汚い命も含めた全境外の主張の成仏です。あなたはあなたのままでいいのです。くよくよする自分、怒りっぽい自分、汚い心を持った自分、目を背けたくなってしまう自分、人には見せたくない自分の存在を認め、その境外から難病法蓮華経を唱え、引き出していくのです。思考停止で、 己の心を無視することを強いというのではありません。あなた自身の境界から物界を引き出せるのが、この信仰の力です。これこそが暗くもに思い合わせる、ということであり、万人成仏の法華経の神髄であり、凡夫がその身のままで物界を表していくということだと思うのです。これこそがさてお忘れこそ、法華経を十二時に行ぜさせたもうにてはそう愚らめ、 ということだと思うのです。池田先生は次のようにご指導くださっています。人生は様々な困難の連続である。しかし、新人の上では決して負けない。一歩も退かない。この一年が、即人生の勝利、社会での勝利を開くのです。自分のありのままの姿を認めた上で、それでも信仰を受持し勝負できる人に、怖いものは何もありません。 どんな境外からでも物界を有言する方法を知っているからです。今いる場所で、今の境外に向き合っていく、そして祈りで開いていく。これこそが絶対勝利の哲学であり、真に崩れ得ない幸福境外を各地していくということなのです。以上、深掘りポイントを参考にしていただきながら検算していただき、今月の座談介護書、 ダンオツボウご返事を拝読していきたいと思います。今月もまたよろしくお願いいたします。